万葉クラブ株式会社は、温泉施設、損害保険内理業、旅館業などを運営する神奈川県小田原市の企業である。日本全国に日帰り、宿泊温泉施設を展開している。代表取締役会長は高橋博代表取締役社長は高橋治現在の万葉クラブ株式会社は、2012年7月に、 ジャンボホールディングス株式会社と万葉クラブ株式会社を合併して設立した。日本ジャンボ株式会社が100%出資する子会社として1997年2月3日に設立し、東京湯河原温泉万葉の湯が開業した同年4月21日に創業。主力事業は日帰り及び、 宿泊温泉施設の運営で写真の現像などを手掛ける日本チャンボーは事業拡大を見込みた業種へ新規参入した。温泉施設、万葉の湯及び万葉クラブを北海道地方、関東地方、東海地方、近畿地方、九州地方に展開している。各館の営業時間は主に午前10時起点の24時間営業で、 一部は午前10時から午前9時まで23時間営業である。深夜3時以降は深夜料金を要するが翌日9時以降も1時間ごとの追加料金で最大2日間まで滞在可能である。早朝入館は料金が安価に設定されている。多くは源泉の湯をタンクローリーで輸送する運び湯方式で日帰り入浴や無料休憩場所に加え別料金で 宿泊設備、個室、家族風呂などを設ける施設も多い。当社グループでは、旅館やホテルなどを買収し、夏季施設を営業している。なお、以前はこれらの施設を、万葉旅クラブと称していた。築地から移転する豊洲市場の、先客番内施設事業、予定者として、当社を代表企業とする、チーム豊洲江戸前市場が2016年3月4日に、 東京都から決定を受けた。豊洲市場6街区の約1.1ヘクタールを事業用定期借地権として50年間、月額721万円で借り受け、飲食や物販など200点前後からなる商業ゾーンと24時間営業の日帰り温泉施設及び宿泊施設で構成される温泉、ホテルゾーンを整備して運営し、 相当資額約180億円で年間集客数200万人弱を見込んでいる。2016年3月時点で商業ゾーンは2018年8月、温泉、ホテルゾーンは2019年8月にそれぞれ開業を予定していたが、2016年9月に豊洲市場の諸問題を鑑みるとから整備設計の一時中止要請があり、2017年1月に 着工延期を決定した2017年6月に小池百合子都知事が築地市場を再整備して物流図書区の観光拠点とすることを発表すると万葉クラブは不採算を理由に撤退の意向を東京都に伝えたがその後の交渉により2018年8月には2020年10月着工 2022年12月完成及び2023年春の開業を目指すことで合意している。なお、当施設開業までの暫定施設として、近接する五街区で、三井不動産が江戸前橋田町を2020年1月に開業した。2016年12月に、神奈川県小田原市が実施した小田原駅東口大城通り地区再開発事業。 広域交流施設ゾーン整備事業の公募型プロポーザルで優先交渉権者として決定を受けた。小田原駅東口に神奈川県西部の玄関口となる商業、業務施設と公共、公益施設による複合集客施設を高層旨は地上14階、地下1階、商業低層旨は地上4階で整備し、 ライブラリーとなる図書館機能や子育て支援機能、商業、業務、コンベンション、ホテル、広場、交通の各機能を導入。市が定期借地で対応する栄町一地内の5984平方メートルに当社が設計、施行、管理、運営を行う。基本協定締結後、2018年1月の定期借地権設定契約締結までに設計を。 行い同年5月に着工して、2020年12月に開業を迎えた。施設の愛称について2019年7月に一般公募を実施し、同年11月に小田原に決定した。ありがとうございます。